はい、皆さんこんにちは。今日紹介するトミカはこちら、トミカプレミアムのタカラトミーモールオリジナルフィアット 500F を紹介します。はい、しっかり見ていきます。このモデルはトミカプレミアムのタカラトミーモールオリジナルフィアット 500F です。ボディカラーの方はホワイトのソリッドだね。結構爽やかな印象で綺麗な感じになってます。フロントの方を見ていくとこんな感じだね。中央の部分にはフィアットのエンブレムがプリントされてます。ヘッドライトの部分はクリアパーツだね。ヘッドライトの周りの部分もシルバーの塗装になってていい感じだね。で、バンパーの部分はボディと別パーツになってるね。シルバーの塗装がされてていい感じになってます。で、ボンネットの方を見ていくとこんな感じだね。で、フロントガラスのモールの部分はブラックで塗装がされてます。で、ルーフの方を見ていくとこの部分がキャンバストップだね。樹脂パーツで作られてるけどこんな感じでシワのある加工がされてて質感がいいね。で、運転席側を見ていくとこんな感じだね。フィアット 500F のこのボディラインは可愛らしいね。で、ボディサイズも結構コンパクトなサイズだよね。で、ドアの取っ手の部分もシルバーで塗装がされてます。ホイールの部分もシルバーの塗装になってていい感じになってます。で、後ろの方を見ていくとこんな感じだね。テールランプの部分はレッドのクリアパーツになってて、この部分にもヌオバ500って書いてるのかな、しっかりとプリントがされてます。で、ナンバープレートの部分はブラックの塗装になってるね。この辺りもしっかりとシルバーで塗装がされてていい感じだね。で、フロントバンパーと同じくリアバンパーの方も同じく別パーツに作られてます。この辺りのフードの部分もすごい細かい作りだね。で、助手席側の方を見ていくとこんな感じだね。運転席側と同じデザインになってます。で、上の方を見ていくとキャンバストップの部分が見えてくるね。やっぱりこの部分は何回見てもキャンバストップらしい質感で作られてるね。樹脂パーツなんだけどシワ加工がしっかりとされてていい感じになってます。内装の部分はこんな感じだね。全体的にレッドで作られてあって、シートの部分はレッドとホワイトのカラーリングがされてます。で、ダッシュボードの部分はこんな感じだね。で、やっぱり外から見るこのレッドとホワイトのカラーリングがすごく綺麗だね。で、タイヤの部分はサスペンションがついてます。結構深いサスペンションだね。で、その他ギミック関係は特にないね。で、後ろの方を見ていくとフィアット 500F2018 年のシャーシーになってます。こうやって見ていくとフィアット 500F 特有のこのコンパクトなボディサイズは可愛らしいね。ホワイトのボディカラーで爽やかな印象になってます。で、今回のこのモデルはタカラトミーモールオリジナルのモデルだけど、通常ラインナップ品の方もあるね。こちらの方と見比べてみたいと思います。フィアット 500F を2台並べてみました。で、こちらのモデルの方がフィアット 500F の通常ラインナップバージョンだね。ボディカラーの方がベージュになってて可愛らしいね。で、こうやって見るとボディの形状は同じだね。だけどタカラトミーモールオリジナルのホワイトの方は結構爽やかなイメージになるね。で、横の方から見てみるとこんな感じだね。やっぱりボディ形状は同じだけどカラーリングで結構印象が違うね。で、後ろの方を見ていくとこんな感じだね。リアの作り自体はやっぱり同じだね。でも結構カラーリングの違いでイメージも違ってくるかな。上から見るとこんな感じだね。キャンバストップの部分がどちらもいい感じで作られてます。内装の方はこんな感じだね。シートのデザインもレッドとホワイトのカラーリングがいいね。
でダッシュボードあたりのところはこれはボディカラーと同じ同色になってます。でこうやって見てみるとどちらのデザインもコンパクトなボディサイズで可愛らしいね。で通常版のベージュのボディカラーの方が少しレトロ感があるね。ホワイトのボディカラーも爽やかな印象で良かったです。でどちらのデザインも内装のデザインは同じだったね。レッドとホワイトのカラーリングがかっこいいね。箱の方は正面のパッケージにフィアット 500F のイラストはね、タカラトミーモールオリジナルのプリントがこの部分にされてます。で側面の方はこんな感じだね。この部分にはフィアットのライセンスシールが貼られてあります。で裏の方を見ていくとこんな感じになってます。はい、今日はトミカプレミアムのタカラトミーモールオリジナルフィアット 500F を紹介しました。でこんな感じでタカラトミーモールオリジナルのボディカラーはホワイトのソリッドだったね。爽やかな感じのボディカラーで可愛らしかったです。で通常版のベージュのボディカラーの方は以前レビューしたのでリンクを貼っておくのでそちらからご覧ください。内装のカラーリングも基本同じだったね。シートのカラーリングはレッドとホワイトでカラーリングがされてて、ダッシュボードのところだけカラーリングが違ったかな。せっかくだったらタカラトミーモールオリジナルなので違った内装カラーも見てみたかったね。でも期待通りのデザインになってて良かったと思います。でこのモデルはタカラトミーモールオリジナルなのでオンラインショップのタカラトミーモールで購入することができます。予約段階でも品切れしてなかったので気になる方はチェックしてみてください。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。またチャンネル登録の方もお願いします。今日もおしまいです。バイバーイ。